さて今日は、ケズキさんの水面に浮かぶ月の新種船掛荒走りを試飲したいと思います。荒走りと申しますのは、まず絞るときに最初に出てくるお酒のことですね。こちらのことを荒走りと申します。香りはですね、非常に豊かなリンゴ系の香りですね。こちらがします。口に含みますとですね、リンゴ果汁のような甘みと、それと酸味で、若干のこう渋みを感じますね。切れ味が非常に良くて、後口がさっぱりしています。非常にこう切れの良い上品なお酒に仕上がっていますね。水面に浮かぶ月荒走り新酒です。